跡地に立つ名古屋プライムセントラルタワー、名古屋市 A バス名古屋営業所は、愛知県名古屋市西区名駅2丁目に、かつて存在した名古屋市 A バスの営業所である。基幹バス新出来町線、名古屋中心部を走る都心ループ系統、主に名古屋駅を発着する一般路線バスを担当していた。当営業所が担当していた路線は、閉所後、上信営業所に引き継がれている。 最寄りのバス停留所は、名古屋町であった。現在は上新営業所が担当現在は上新、営業所が担当現在は上新営業所が、担当現在は上新営業所が担当現在は、上信営業所が担当現在は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 イノシシダ営業所が担当現在は、C-758 号系統として上信営業所が担当現在は、 中旬会計等として、5基礎営業所が担当名古屋営業所の跡地は、名古屋プライムセントラルタワーとなっている。同建物内には、バスの展開所が設置されている。三菱自動車製の車両で統一されていた。ただし、上新営業所や5基礎営業所の改修に伴う、閉鎖時には、ダメーカーの車両も配属されていた。機関バスは、一般バスとは、塗装が異なる。 専用の車両を使用していた。ありがとうございます。